ジュースなどボリュームない見どころ紹介コーナー。はい、ジュースなど編集長橋本喜也です。ライター成田です。デザイナーの森です。はい、このね、ジュースなどのボリューム9出ましたね、ついに。これ発売日いつですか？3月18日かな、出ました ね。もう伸び伸びになってやっと出せましたけども、半年ぐらい伸びました。そうですね、半年っていうか、まあそうですね、本当はもうちょっと早く出さないといけなかったんですけど、まあけど、まあ今回出せてよかったなというところで、今回のね、この反響全くないないね。もうちょっとフェイスブックとか出るかなと思って全く出ないね。マジっすか、出てなくない？ああ、でも言われて、それだけ読まれてないっていうことですかね。2000部はダメですか？2000部足りない。2000部ね、どうなんですかね。だけどね、あのけど、まあ、あのいいんです、いつもながら、あの自分ですごく満足してるんで。このね、関東特集の武者社もね、一生懸命コンタクトを取って武者社のインタビューも取れたし、はい、でこの武者社のヒストリーね、非常にどうでしょうか。あのだから2000、あのね、ブレイク前夜から一応取ってますからね、クローブ1年生の時からだいぶね、痩せた感じ。そうそうそう、こんなだったんですね。ね、だってあのミディアムヘビーだったんだよね、色帯。最初そう、色帯の時は。 ね、それが今じゃスーパーヘビーですね。うん、ウルトラヘビーじゃん。ウルトラヘビー、ウルトラヘビーまで行った？確か一番上じゃないですかね。え、なんでそんなの大きくなったんでしょうかさあねえ、いろいろありますけども、成長。そうそうそう、であとはまあやっぱこのね、あれいつも表紙はその年のムンジャルで活躍した人なんですね。だから一番最初のボリューム1が短期尿だもんね。うん、でその次の年がメンデス。あ、メンデス、メンデス。でその次、そう、ね、うん、でその次の年が、ベルナ・ファリアかな、ファリア、ファリア、はい、で今年が、武者社ということで、まあ来たるべき来たかなっていう、はい、あのやつですね。でまあやっぱここももうムンジャル特集だから、このねムンジャルのレポートが10ページぐらい、レポートが10ですね。ですね。で今回ね、あの写真の上に結果が載るっていうね、新しいデザインで挑戦した森武博。いや、他に入れるとこがないんだもん大変だったら、橋本さん毎回毎回ね、あの変えてくるから大変なんですよ何を変えてくる？あのテキストの量とかですか？テキストの量もそうだし、あの今回一個一個見出しが入ってたりとか本当、うん、そうかな、ちょっと気合入ってたんですか？そうだから、であの前までは、うん、あの結果として一覧でまとめてたじゃないですか、うん、この結果も、うん、ああそうですね、そうそう、一覧でまとめて、そうそうそう、リストでまとめてたけど、うん、今回はなんかここに入ってたから、じゃあまあ写真の上に載せるかそれしかねえなとそう、ちょっと新しいよね、これ新しいですけどね。でもあのパッと見分かりやすいす、ね、だ一番上にこの結果、こういうふうに手を挙げてるやつっていうのはこれもデザイン上のあれなんだ。ん、一番上、一番最初の大きい写真は勝ち名乗りの写真っていうの、そういうわけでもないんですけど、勝ち名乗り写真、非常に多くない？まあいいけどさ。で、ここですね、色帯、だから今年のもう今パンダムで黒帯で出てる人たちが茶帯で優勝してる、して出てる人たちだよね。クレベルソーザだったり、ニコラス、イザキ・バイエンス、あとここにいるのがヘナード・カヌートなんだよ、うん、ゼニスので、ケネディでしょ、でここら辺もタリソンもいるし、どうですか、ここら辺もいいと思いますね、本当に。で茶帯の人たちもここら辺も全部いい、黒帯じゃん、黒帯だって、ナチェレを出てなかったら、だからナチェレがあっち出てたんだよね、ワールドプロの方に。けどここら辺も全員黒帯出てるしね、黒帯で優勝したもんね、タリータもね。あ、そうね、あのね、顔が一番よく写ってる写真を大きく使ってるんですよ。なるほど。でそうなると勝ち名乗り、そう、勝ち名乗りがちょっと大きくなっちゃうんですよね、はい、どうしても、うん、なるほどね。いや、ほんとここにね出てるやつは非常にいいですよね。チアゴ・アベル、いや、チアゴ・アベルって名前もね、ここで初めて出てきましたからね。で、ここであれですよ、 JJGF のアワードも ね、今どうなってるのか、そう、今どうなってるんでしょうか来年はね、あるのかなって。いや、いいけどね、今ヒクソンとは俺メールやり取りしてるから。あ、今年か、今年はね、なんかまたその発表があるのかなって、そう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 、ちょっと気になるところですけどね。いや、なさそうですよ。リーモンさん行くんですか、そもそも。わかんないです、まだ。で、そういうのもあるし、で、あとワールドマスター1、2、3、4、6ページ、
ね、でアジアオープン4ページ1234アジアオープンはね、まあ、あの JBJJF の本にいっぱい出てるからね、なんとも言えないけど、あと SJJIF のワールド1234フランコファミリーそうですね、フランコファミリー写真も、あとは国内大会の、これも急に入れたもんね、うん、1,2,3,4,5 ページ、あとはヨーロピアンとパンキッズの結果文字情報で入れて、あとブラジル、だこれですね、ブラジルのマップ、これがね、本当にずっとやりたかった。で本当はリーモーさんと俺と岡村くんで行った時にこれをやりたいって言ってたんだよね。そうそうそう、で結構写真とか撮ってたんだよね、うん、でそれその時はまだジューツナード誕生前夜だよね。前夜前夜、あれ何年、2012でジューツナード一発目出したのっていつ。13の春。ああ、じゃあ一応ネタとしてまだあったんだよね。でそれをやれなくて今回満を持して、けど前回のその2011年撮った画像一切なし、新規撮影のものばっかりでやってますね。で道場が20個ぐらいあるよね。21、あとショップだったり、買い物ガイド、観光ガイド、ビーチガイドも、そうビーチガイドもある。僕らが行った時あんまりいなかったですからね、言うてもあのリオに3日4日で、サンパウロで3日とかそんなぐらいだったから、あんまりね、あ、そんぐらいのペースだったんですか。そんなもんですよ確か、あのプリストでやってたやつですよね。そうそうそう、全然覚えてない。だ全部で10日くらいでした。え、プリストでやったの、ブラジルとか。アリアンシとか言ってますよって。あ、アリアンシは覚えてる、ファビオ・グージェにコメント取ったんだよね。うん、取ったヘリモさん練習してました、ね、そうで最初だってアリアンシ行くと100ドルかかるって言われたんだよね。あ、そうそしたらそんなでもなかったんだよね。うん、50とかだった気がする。そう5000円結構、うん、やっぱ結構高かったのは、ね、高かったですけど、うん、全然まあ最初僕しかやんないっていう話だったんですけど、安かったから、そう、え、安いんじゃんみたいな感じで、じゃあやるみたいな、金かよみたいな。じゃあそれもぜひ見てください。でそしてちょっと個人的にグッときたのはこのウゴ・デュワルチ、このねウゴのインタビュー、これ本当はね90分撮ってるんですね実は。で頭の30分で文字数がいっぱいになったので、あと残り1時間はね出してない。パート2あるんでしょうか。いやー、読みたいですけどね。いや、よかったよね。主にじゃあ何に関して書いてあるんですか。あ、やっぱこれはルタリブレ、今回のインタビューはルタリブレの、うん、現状ですね。今どんな感じでやってるのか、だ今だってルタリブレの情報って聞かないじゃん、うん、でだから今ルタリブレどうなってるんだとか、あとは昔の人今何やってるっていう、マーショ・クロマドナのなんだのかんだので、ウゴは今何やってるのか、どうやってるのか、どういうことやってるのか、ルタリブレ今どこに向かってるのかみたいな話を中心にやって、うん、後半の方に要はヒクソンのビーチファイトのこととかはバッサリカットになりました。真相が語られてる。そうルタリブレ、脳技術は義を脱いだ呪術はルタリブレだっていうね。来ましたね。いやそれを聞いてねグッときましたけどね。そのルタリブレ、みんな今の人たちルタリブレ知ってるかな。知らないんじゃない。そうで、プライド見てた人がギリギリ知ってるぐらいでしょ。そうだから、それも含めて、だからルタリブレとは何ぞや的なところから入れたかったんだよね、ウゴさん。まあ、絵になりますよね。そう、いやー、ありますね。そう、かっこいいですね。今ね、言格もなき今、うん、まだあるけどね。そうウゴで、ウゴで4ページファイターナイフでできるかな、ね、今度ね、ウゴンチ行ったら主発区やってくれるって言ってたんでね、はい、新しい、だから今回の実は今回のそのマップも実はね、また 80% なんだよね、うん、あ、そうだ、ウゴのアカデミー、ウゴの道場も行ってないし、ペケーヌの道場も、ジョエル・デ・オリベイの道場も行ってない。まあこれルタリブレの道場だけど、あとはグレイシー・チジューカだったり、あとグレイシー・バッハの本部も中入ってないじゃん、うん、あとはソウルファイターズも行ってないし、まあいろいろ言ってないところあるんでね、まあそれができるのかどうかもわかんないけど、まあちょっと心の声ありつつ現状のベストは出しましたので、ちょっとこれはぜひ見てほしいですね。で、続きましてこれですね、2015年の座談会、これ字ばっかり字ばっかり、読み物コーナーと、うん、今回だからこういう読めるところが多いからいいよね、字が多いところが、これもちょっといいと思いますね。これが 1,2,3,4,6 ページで重大ニュース、これもちょっと写真1枚ぐらい1枚ずつぐらい入れてくれるよかったのに
ちょっともういっぱいいっぱい。そう、あとアワードの受賞者一覧だったり。で持ったらあそれで終わっちゃうんだ。だ結構非常にあのまあいつもだからそうなんですけど、やってすごい俺は満足してますね。まあ、9ヶ月分入ってますから。そう。成田くんどうですか？いやー成田くんのおすすめページどこですか？おすすめページはやっぱウゴですかね僕。ああウゴね。だ僕それこそそのさっきの話で言えば、うん、歌リブリっていまいちピンときてなかったんで。そうだ東城だから。ここ2、3年の人だとやっぱ。ここ2、3年の人。あなるこんな歴史があったんだみたいな。けどねあの現カルペディエムの阿部ミケールが異常にね。あのルタリブレに反応するんだよあの人はルタリブレルタリブレつルタ月刊ルタリブレを作ってくださいってそんなできるわけねえだろっていうだからその人に向けてる部分はありますよ、うん、そういう人に届けたい一冊ですよなるほどまあ本当試合も結構大会やってるみたいなでコパ武道館、ね、コパ武道館って25周年大会だっけ、うん、ああそんな感じで、ね、ということでムンジャリは古いんだよコバ武道館でルタリブレの大会、うん、そのぐらい歴史があるんだよなるほどねそうだ俺ほんと、まあ、いつもの、ね、ムンジャール特集がありあとはその一番やりたかったこのマップがマップこれほんと最初から言ってたもんね、うん、ほんとこれをだあの本格とかなんとかできねえからもこっちでやろうっていうのがもともとの始まりなんだよねこれが俺の中ではこれは今回出せたのはすごく良かったで向こうで行き当たりばったりだけど X ジムだチームのげるのはなんかすげえついでだったけど行けて、ね、MMA のジムとかも網羅できたしそうですねこれはちょっといいよね、うん、だ今あのブラジルブログでたまにやってる世界の畳からのちょっとねダイジェストみたいな感じで、うん、本当は各道場、ね、写真5点ぐらいとあと本部みたいなのを入れられればいいなと思ってはいるんだけどねまあ話もちゃんと聞いてますもんねそうそうそうゴールドとかだって聞いてるしね、はい、ノバジェラさんのだってトコの道場ってトコさんの写真がないんだから今や今やだってトコさんの写真載ってないんだよこれあれトコさんはいるんでしたっけ JP が JP がノバジェラサウンのイパネマかなそうトコさんいないですから写真でそういうのもあるけどねまあ、非常にこれはこれで良かったんじゃないでしょうか。だ今ブラジル行くこともないじゃんほぼそう、ね、だこれ見てあブラジルこうなんだあこういう道場こうなってんだっていうのも疑似体験できればいいかなと思っておりますリモンさんどうですか今回の見どころはもう僕本当にやっぱりデュートマップこれ苦労したんで、うん、いやー結構大変ですよねだ次号最終回サンディエゴですからまだまだバックがあるとまだマップマップ作るだけで2日間かかりますからねあやっぱそんなかかるんですかあのねサンディエゴも十何件行ってるんでしかも、うん、あの道場の代表に話聞いてるから今度はもうちょっとページを取って道場の世界の畳からじゃないけど、うん、2ページに2ページ4ページぐらいかなあのほらファビオサントスとかだって30分話聞いてがっちり聞いてるし道場紹介プラスファビオサントス、はい、であとホドリゴメデイロス、はい、BJJ レボリューションチームもテクニックもあるじゃん、うん、あインタビューがあって道場紹介あったら2ページは収まらないでしょってなってくるともうちょっとしっかりできるかなってだって本当はさホーケルだって話聞いてるわけじゃん、うん、ヒカジーニョも戻らなかったもんね今回みんな聞いてますよねそう詰め込んじゃったからトコさんも聞いてますねトコさんも聞いてるし、うん、そうだってトコさん誰なんだって話になるわけじゃん俺らがトコさんトコさんつってブラジルだけで一冊作れるいやできるよ、うん、全然できるよだからもう呪術の後なきあとは、うん、あの毎年 1年に一冊、うん、あのブラジル呪術ガイド一冊作るとかサンデーゴ呪術ガイド一冊毎年行かなきゃダメじゃんロサンゼルスで一冊とかニューヨークで一冊いいんじゃない、うん、あムンジャルプラスそれでできるじゃんあ地球の歩き方呪術版ムンジャルどこどこマップ絶対段階で1年でいいじゃんあ12月で毎年12月年末発売まあまだまだやるつもりでいるといやわかんないいやけどそれだったらできそうだよね年に1回ぐらいだったらいいんじゃないですかいやそれもそうなったらそれだったらね大変ですよそうかやっぱあれも入れようかみたいな感じそう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 するとねまたね溜まっちゃうんだよねそう、うんまあそうなんだよね。呪術の後はまあそうなんだよね。
だってここでさ、ほらこの人マイケル・ビスピンの子供の試合の写真とかって見れなくない？あともう応援してるとか、そうマイケル・ビスピン、ニーノとかさ、ニーノはまあ別にあれだけど、ここでしかのの見れないのもあると思いますよ。だってもうみんな忘れてるでしょ、もうこの人ジェフ・オーバー忘れてない？強かった。そう、例えばだからこれをだからいっぱい並べといて何かの表紙に見て、あ、そういえばこういうのあったなってここで思い出すじゃん、うんうん、でここでアンディ・トーマス、これから絶対来ると思うんだけど、アンディ・トーマスの初年度がこれなわけよ、うん、毎年毎年ムンジャでこれが勝っていくのがどうなってるか分かんないけど、こうなっていけばこれもだってこれが始まって次の年こうだった、ああだった、ああだったになるわけでしょ。アナンダさんもだんだん太ってきてるなみたいな、うん、あ、やっぱ年にはちょっとぽっちゃりないなみたいな、ぽっちゃりしてきてるなみたいな、はい、まあね、欧米人の感じになってきてますよね、貫禄が出てる。でこの年は JJJF のアワードあったんだな、そういえばみたいな、2017年ないってことだな、あ、じゃあ1回で終わっちゃったのかなみたいな、そういうのもね行くと思うんだよね。でこれでアメリカでね、ほとんど報道されなかったシャンジーに勝ったエリオット・ケリー、これなぜか抹殺されてますからね、この記録。あ、そうなの？記録はいや残ってるけど全然報道されてないの。ニュースになってない、ニュースになれなかったの。日本ではねちょっとざわつきましたけどね。そう、それはエリオットが俺ら知ってるから俺らが騒いでるから言ってるけど、エリオット怒ってたもん、全然報道されないって言って。やっぱね、長いものに巻かれるわけだから、シャンジが負けたっつってけど、2016年の重大アップセットのうちの一つに選ばれてたけどね、うん、キーナンがのオンリーサブミッションマッチで負けたやつとか、うん、ゲリーが負けたやつとかあるじゃん、うん、ゲリー負けたやつ今年だっけ、覚えてない。ゲリー負けたの今年じゃないですかね。そういうのに、けどなんか2016年のアップセットの一つには選ばれてたけど、うん、これ勝った時には何にも、まあ勝ってその時にほらロバートに負けちゃったからっていうのもあるのかもしれないけど、決勝とかだったらね、まだちょっと違ったかもしれないですけどね。けどこれはねちょっとねピックアップすべきことだよね、ちょっとそれは思いました。でカウソンジュニアの復活もそうじゃん、カウソングレイシー没後10周年でカウソングレイシーチームがね結成して出てきたっていうね、いいと思いますよ。どうでしょうか。でこのシャオリン対ねシセロコスタ、これ決勝じゃないですから、準決勝ですから、こういうのも行われてるんですよねっていうような試合も載ってる事実なので、いかがでしょうか。ぜひぜひ。お値段据え置き700円、どこで買えるんでしたっけ。イサミ各店舗ブルテリア甲武道初戦グランデで買えますね。でこれから通販もみんないろんなところやってると思うので、これ見てあちょっと興味あるなと思った方ぜひぜひ。だけどねこれだけで買っちゃうと700円プラス送料となんとかで1000円超えちゃうんだよね、うん、まあ道着のね買い物のついでに、そうそうそう、ついでにね買ってもらえたらいいなと思うんだけど、いや今回本当字が多いんでね、読むとこありますよね、うん、見応えはあると思います、あると思いますね、うん、だからほら権格1100円とかで充実のページ4ページとかでしょ、ファイト&ライフもそうだけど、それに比べたら全然いいと思います、うん、64ページ、まあ、確かに充実だけで買ってる僕みたいな権格買ってる人からしたらこれで700円なら安い、そうコスパ良しです。けどね JBJJF の、 フリーペーパーに負けますけど、あれただですからね。まあでも世界の内容じゃないですからね、うん、本当ここにしか載ってないのは載ってます、非常に。だってここでペペンビーチ、コパペンビーチ、パネマビーチ全部違うからね、ビーチみんな同じに見る、ここだからフィクソンとウゴが戦ったところ、砂持って帰ってきたからいいよねっていうのは本当俺らの本当自己満足の部分もありますけどね、これ非常にぜひ内容はもういいと自負しておりますので、ぜひぜひご購入ください。700円です、よろしくお願いします、よろしくお願いします。